こんばんは。あ、まだあましこんばんはじゃなかった。いつもこんばんはで始まるからついついこんばんはって言ってしまいました。癖って怖い。皆さんお久しぶりです。お元気ですか？久しぶりに、ライブ配信をしました。5月になって、ちょっと通常モードでいろいろ7本も頑張っていける気分になってきたので、今日からライブ配信を復活させます。あ、セリダーさんこんばんは。辰巳さんこんばんは。早速ありがとうございます。さすがファンクラブ。セリダーさんありがとうございます。辰巳さんもいつもありがとうございます。よし、ちょっと手が疲れるんで、よし、置いてと。よし、あれ？よし。はい、皆さんいかがお過ごしですか？連休楽しんでますか？わしもりさんこんばんは。あと、岡田さんこんばんは。笠井さんこんばんは。福井さんこんばんは。後藤さん、チャウダー氏の場にご来場いただきまして、誠にありがとうございました。いかがでしたか？初めて来ていただいて。あ、近藤さん、先日ランピュアご来場ありがとうございました。あ、セリザーさんもご来場ありがとうございました。皆さんいつも応援ありがとうございます。はい、今日は久しぶりの、配信でーす。今日暑いですね。はい、暑い。ちょっと、よいしょ。笠井さん、こんばんは。はーい。もうチャールダー氏のジョーンの、写真はいっぱいホームページと昨日フェイスブックの個人のページにアップしたので、そちらも見てみてください。今日は珍しくちょっとカーキのお洋服を着てます。私こういう色着るの珍しいんですけど、でもこうピンクついてます。やっぱし安定のピンク。ピンク大好き。はい、笠井さんこんばんは。岡田さんこんばんは。はい、今日ねこの上にあのピンクのカーディガンを羽織ってたんですけど、あれ羽織ってたんどこに、あ、そうそうそう、これね羽織ってたんですけど暑くなってやめました。今日はですね、朝登録アーティスト、新しく登録アーティストさんになってくださる方の面接をして、で、整体に行って、その後銀座にあのお友達がお店を、お料理屋さんをしてたんですけど、個人で経営してたか、なんかこうママって感じの可愛いお店があったんですけど、あのそのお店が閉店するっていうんで、お酒とか、お皿とかもらいに行きました。で、久しぶりに銀座に行ったら、もうなんか三越の銀座の、 あの地下の化粧品売り場から出たんですけど、なんかすごくてすごい混んでてびっくりしました。もうなんかカウンターとか、もうなんか一つ の、 あの化粧品のお店に全部10人ぐらいあの店員さんがいるんですけど、もう全部その店員さん もう対応してて、町の行列みたいなのがあって、町のブースとかも出てて、こうレーンみたいな、あの化粧品売り場であんなレーンみたいなの初めて、すごい。しかもなんかやっぱしあの銀座で連休っていうこともあって、あのガーディさんがすごく多くて、なんか外国人の方の専用レーンみたいなのもあって、すごかったです。もう熱気ムンムン、人ムンムン、びっくりした。久しぶりに銀座に行ってびっくりした。はい、あ、なんとか皆さん読めない、すごい難しい名字ですね。イエーイ、こんにちは。はい、先日はチャウダー氏の女王の、あの皆さん応援してくださってありがとうございました。無事に正解にあの終わって、会社的にも黒字になって、はい、ありがたい限りです。大きい公演するとどうしてもすごくリスクが出てくるので、もう私は毎回ヒヤヒヤなんですけど、今回はあの無事にしっかり成功して、あのキャストの皆さんも関係者の皆さんもお客さんもみんなあの笑顔で終われて
よかったなと思ってます。本当代表っていろいろあるよねみたいな感じなんですけど、でも頑張ります。はい、ね、5月6月の私の、あ、平塚さんこんばんは。5月6月の私の予定はですね、ちょっとその後も岡山に帰ってコンサートとかして結構忙しくて、あ、大阪、はい、笑顔めっちゃ嬉しい。はい、5月はですね14日にレーシックするんですよ。レーシック、いつもコンタクトしてて、メガネに、だいたいメガネで仕事してるんで、なんかこう配信とかするのもメガネじゃダメだからコンタクト入れ替えて発信しようとか、ね、結構めんどくさいんですけどね、なんかもう今日発信やめよっか、もうコンタクトわざわざつけるのめんどくさいしとかなっちゃうんですけど、まあ、そういうのならないようにしたくて、コンタクトにします。あ、コンタクトレーシックします。野口さんこんばんは。はい、なんでいつでも裸眼で、はい、面接とかね、人に会えるのも、なんか仕事中に人が来たりとかすると大体メガネなんですけど、なんかメガネよりはやっぱしコンタクトと、メガネない方が好きなんで楽しみだな。はい、でその後5月と6月は木曜コンサートで一生懸命頑張って、レパートリーを、レーシック受けた、めっちゃ見える、めっちゃ見える、嬉しい、楽しみ、レーシック早くしたい、やばい、レーシックしたい。あ、大内さんこんばんは、こんにちは、先日はご来場ありがとうございました。お久しぶりにお会いできて嬉しかったです。はい、で、そうで、木曜コンサート毎週出ます。5月6月は結構出ます。はい、まあ、休みないんじゃないのかな、全部出ると思う、うん、で、7月の22日に清居フォーラムに出ます。それはボエムのハイライト、ラ・ボエム、皆さんご存知ですか、のミミとロドルフォの悲しい恋の物語なんですけど、それのミミをすることになりました。チャーダーション女王の17日の組のメンバーだった佐藤千恵と川野くんとリーくんと、あと中野さんと、あとよく木曜コンサート出てくださって田辺明さんっていう方のピアニスト5人でします。7月の22日ぜひ今もう聞いた方はスケジュールにメモしていただいて、はい、お越しください。今日はまだね、ご飯は作らないんで、お料理じゃなくて、ちょっとこう久しぶりにただの投稿配信です。はい、で7月の22日にボエムした後に、8月はお誕生日です。私のお誕生日コンサート決まりました。わーい、あ、これも本邦初なんだ、お伝え、なんだ、初、なんて言うんだっけ、発表、うん、初めて発表します。8月28日の夜、ちょっと土日が今回は取れなかったんですけど、でもすごいいい会場なんで、まあ私の誕生日8月28日なので、8月28日に、平日ですけど、することにしました。場所はなんと、銀座の銀座6です。わー、銀座6の一番最上階にあるすごく綺麗な、キラキラ銀座が見渡せる、会場があって、銀座のこう街が一望できる、すごい夜景が綺麗な、なんか教会みたいなおしゃれな会場があるんですけど、そこで演奏します。あ、とっても美しくなられて素敵で、ありがとうございます。上田さん、佐々木さんもこんばんは、岡本さんも、あ、まだこんにちはかな。はい、ちょっと平日に誕生日コンサートするの初めてなので、毎年今まで来てくださった方々が来てくださるかどうか、ちょっとご都合とかも心配なんですけど、でも頑張りますので、皆さんどうぞご都合を繰り合わせの上お越しください。8月の28日です。企画もこれからです。まだ何にも決まってない、連休明けに下見に行って出演者とか決めたり、企画をちょっといろいろね、どういう流れにするか考えていこうと思います。
では今日はこの辺で、連休お楽しみください。皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。